橋にビルの中に逃げ込んで日陰で涼む君の目はとても暗いその一瞬の安らぎを俺の目線一つでさ邪魔をしたのだとしたなら申し訳ない君のことは何も知らないけどどこか他人とは思えない都会に似つかわしくない表情に勝手ながら僕はこの言葉を送る食らって最高だよなソファーベッドは気持ちいいよなゲームの中は自由だよな外を歩くと疲れるよな いいんだよそれできっとそのままでいいんだよ燃えない上目遣いだねそのメガネで何を見てるんだい毎日勉強ばかりかい好きな子はいるかい親がこう怒らない時代なんだ怒られるまで無茶しよう腰が痛くなってきたら寝ちまおうぜありがとうなそんじゃ今度またどこかで、yeah、アイスクリームを食べようぜホテル体を冷やすんだ辛いカレーを食べようぜから袖で拭けいいんだよそれできっとそのままでいいんだよ音は何も知らないけどどこか他人とは思えない都会に似つかわしくない表情に勝手ながら僕はこの言葉を送る姫様